頑張ったね、モーニングさん。なんかさ、どうした？お風呂に入ったの？サウナ風呂で踊ってるみたいな。私は、前に、目のところにワイパーがないと前が見えない状態になってるわけです。そういう状態だね。今日、ここ暑いよね。みんな暑いでしょ。いやー、よく汗が出るわ。これはね、熱気です。ネギだった。熱気、熱気。何て言ったの？熱気。あ、熱気ね。これ熱い心だよ。ああ、なるほど。そのそのこうちゃんが久々に聞きました。はい、まあ今回もうディナーショーということで、皆さんお酒飲める方はどのぐらいいらっしゃるんですか？お酒飲める人も多いんだね、結構ね。まあ、今日はお酒がたくさん、まあ、ワインとかいろんなのあると思うんで、我々もちょっとここで皆さんと一緒に乾杯をねしたいと思います。一つ皆さんのおかげで、担当が言ったように8月22日に出した新曲が今日の5曲で第4位になった。なかなかいい滑り出しをさせていただきました。一つ皆さんのお手元にグラスを持っていただいて、そうですね、じゃあ勝手なことを言わせていただきますが、僕たちがこうやって皆さんのおかげで再結成できたこと、そして24年ぶりの新曲が4位にランクされたこと、そして何よりもこうちゃんが長生きしてくれたこと。なんか変なこと言いますから私。いや本当に最高ですね。いやこうちゃんがだってうちのメンバー誰かお亡くなりになりましたって言われたことは、死んでません死んでません。53歳の北当時はバク転をやってますからみんな驚きました。もう本当にこうちゃんに乾杯、個人的にもね。一つじゃあ皆さんと一緒にグラスを傾けたいと思います。それじゃあ後ろの方ちょっとこちらの方から見えませんが、とにかくもちろん僕たちも一生懸命頑張りますが、皆さんのご結婚をね、これからどうぞ一生懸命、やっぱりもうそろそろですから頑張っていただいてですね。何がそろそろ、分かりませんけど、とにかくそろそろ皆さんもそろそろですから、よく分かりませんけど、とにかく皆さんのご健康も祝して乾杯。はーい、おいしいね。さあそれでは、コンサートでも、歌っておりますが、こういうディナーショーにもぴったりではないかな、そんな気がします。僕たちも大好きな後輩スマップの曲、ホーリングスなりに歌います。夜空の窓をそっと開けてみる、冬の風。
悲しみでいつかは消えてしまうものなのかな。ため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた。出したいね、いい曲ですよね。ほら、だからブライザーの人も出てきちゃってるじゃん。